ドリサだな、チェイサー、チェイサーすげえ本物だよな、ガチのレーシングカー、本当だよ、結構キャンバー来てる、本当にキャンバー、あ、でも完全なレーサーではないのか、後ろ助手席は一応ある感じで、フル化けで、うん、まあ、この方のチェイサー人気あるからな、速いっちゃ速い、後ろカーボン貼ってある感じね、トランクにカーボン、これでオーバーフェンダー、タイヤもがっつりはみたいね、かっこいい、もう面はきっちり来てるね、かっこいい、チェイス、ほぼほぼレーシングか、チェイサーいとるかな、ドリシャの定番チェイサーだね、チェイサー、チェイサーといえばやっぱドリシャだよな、フォードはだけどドバイアイからね、これこれがっつりワイドボディです。ワイドボディでも、こう、ニキャンにしてるね。フロントタイヤほとんどレース用だね。レース、フロントはグリップして、リアは転がすみたいな、そんな感じかな。かっこいいね。車高もベタベタでね、サイドの低さが半端ない。うん、うまいね。あ、でもこういう給与口のこういうとこも綺麗に収めてあるね。ドアもちゃんと中、収まってんだろうな、こういうの。あ、この、このベタ付けのこのウィングもかっこいい、ね、おお、このディフューザーも迫力あるね、牽引フックも実用性がある、マフラー2本だしね、おお、多分バコンのような気がするな、多分ほぼストレートマフラー、オニキャン、ワイドボディ、もうサイドステップのこの造形がすごい、何段ついてるでしょ、1段つけてまだ下に貼り付けてる感じかな、さらにこうサイドにカナードみたいなのもついてるもんね、すごいなこれ、助手席乗る人ね、これ足踏まないように降りないといけないからね、ちょっと気を使うというね、まあ、乗ってる本人は分かってるんだろうけど、助手席乗るとき気をつけないといけない、これサイドステップを踏まないように降りないといけない、踏むとバキッと壊れちゃうからね、ボンネットもこれすごいな、おー、ダクトが、ダクトもかっこいい、これはチェイサー、ヘッドライトもこのちっちゃいけど、これちゃんとつくんのかな、ちゃんと多分点灯するんだよな、すごいな次こっちチェイサー、このチェイサーなんかラメ入ってる感じだね、ラメ入りのチェイサーね、オニキャンで引っ張りタイヤ、ワイドボディ、エアロミラーも組んであるね、バンパーも独特な形状だね、シートはブリッドが2脚ね、ブリッドが2脚、チェイさん、これ紫のこれなんだろうな、すごいラメ入り、ラメがめっちゃ入ってるね、マフラーの出口もかっこいい、チェイさん、ドリシャの定番、ホイールは SSR、 SSR だね、もうカスタムカーの定番だね、 SSR ワークチェイサーでした、これもなかなか見れないかな、初体験、マーク2、初体験じゃない、初体験初体験まずいね、あのね、走ってない時にそういうこと言わない、初何今だった、初なんか聞こえた、聞こえた、だけどそうかもしれないね、日比野対松山北斗、でもこれ2台とも FD のマシンですよ、ね、そう、強かさあ、それでは両者が出揃いました、まずは先行日比野哲也、後追い松山北斗、今スタートです、今スタートしていく、さあどうだ、日比野に対して松山北斗、どこまで近づくことができるか、うわ近いところです、松山北斗、
さあ振り返して、うお一気に行く松山北斗、本気です。さあ遊びは一切ない松山北斗、日比野に対してしっかりとついていく準備をしています。おー近いところです。一気にやってくる、一気にやってくる。